ーの西本ひかるです。平戸美空です。今日はゲストに中村真宏さんが来てくれました。はい、青春キャラやってます、中村真宏です。なんか持ってますね。はい、今日はなんと中村真宏はバトントーニング日本一2級会になったことがあるんですけど、そうなんです。でも皆さんはバトントーニングができないと思うので、今日はフラフープで対決しようと思ってフラフープを持ってきました。頑張ります。勝つぞ。はい、では行きます。集中してる。やっぱしたくないから。痩せるよ。頑張ります。くびれそう。これ？めっちゃくびれますよね。離されるね。やっぱ負けるかも。でもこれすごい。ゼロ。お、これで30秒経ちました。意外といってる。意外といってる。ちょっとね、怖い。集中ですよ。余裕余裕全然できてる。そう、フラフープ得意なんですよ。割と30秒だったらなんとかできます。やっぱりバトン対決すればよかった。バトンを出たわけ。あ、終わりみたいですね。ありがとうございます。これちょっと泣きなんぱんずっかわいい。頑張って。余裕です。いや本当に、え、なんかこのフラフープちょっと安いやつだと思います。なんかこう安定感がすごいバレる気がします。そんなことわかるんですね。日常から結構やってたりするので。プランはもっと重いのとか使ってるんですか？結構もうちょっと重さがあるので回しやすいですね。終わり。イエーイ。あれ、みんな回りますよ。私フランスで泣き続けて。すごい。平和にね、終わりかな。みんなくびれ、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、それでは今日は中村真宏さんに来ていただきました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、あとはコメントとかたくさんくれると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。